はい、おはようございます。 FX の基礎講座、非常にね多くの方にお申し込みいただいております。今朝の時点でね28名の方、これダブりなく数えて28名でございました。まあ、入金もほとんどの方が済んでるようで、一部の方ねまだ前後してるところがありまして、あと土日もかぶりますしね、あとは決めたんだけども、まあお金の関係はもうちょっと後になるよって方は全然大丈夫ですからね。10月10日ぐらいに一斉にスタートできればなと思ってるところなんですよ。まあ私10月11日が誕生日なんで、まあそこに合わせられたらいいなという私の勝手な思いなんですけどもね、もしかしたら12日月曜日からスタートになるかもしれません。いずれにしましてもね、この基礎講座をやってる間は日々のその相場解説っていうのは特に見る必要がないのかなと思ってます。まあ、もちろん見ていただいても学びが深まっていいんですけども、基礎が入ってないとやっぱりね日々の相場解説を見ていてもどういうことなのか分かんなかったりね、例えば昨日なんてのはこうガーンとねドル円急落してるわけですけども、その辺に気づけなかったりとかするわけなんですよ。あとね、多くの方が私にドル円以外の時間軸通貨ペアを進めてくださったんですよね。この1年ぐらいだけでも、この2年ぐらい進めてくださったんですかね。で、私はドル円から全く動かなかったんで、ドル円はエキスパートになりました。本当にドル円はすごくいけるんですよ。でも他の通貨ね、なんかね上っ面っていうかね、こう ふわふわするんですよ、私やってったら。だからちょっとね他の通貨行くようで行かないんですよね。だからマタフも全く見てないです。ですんでいろいろお勧めいただいて本当にね恐縮なんですけども、私はこれからもドル円だけでね資産を作っていこうと思います。で、逆にですね、いろんな通貨ペアでやってる方今はどうしてますかね。よろしかったらまたその辺でね得意な通貨ペアがありましたみたいなことを教えていただいてると思います。確かねメキシコのペソとかやられてる方もいたりとか、なんかユーロドルとかねやられてる方とかいると思いますけども、ちょっとあれから全然聞こえてこないんで、まあもしねよろしかったらまた教えていただければと思います。ちょっと FX の基礎講座に話を戻しますけども、基礎講座のお申し込みはねもう一旦これで落ち着いたのかなと、30名ぐらいでスタートになるんじゃないかなと思います。一般の公開一般募集も始めてますけども、価格が全然違うんで一般募集の方はねさすがに35万ではね入る人いないと思います。だってすごい基礎ですから、自分でできることですからね。だから35万で入る方はいないと思いますけども、逆にね、今回の講座っていうのは一般募集もしますけども、まあ何人かの方がね速稼塾に入った上で講座を受けるみたいなルートも通りました。それも全然 OK なんですけども、やっぱり速稼塾の塾生さん意識がね結構近い方だけでFX やってった方がメッセージは届きやすいのかなと思いますし、あと継続の大事さとかね凡事徹底って言葉もしっかりと認識した上なんで、取り組みやすいんじゃないかなと思います。ということでね、速稼塾の皆さんと主には FX の基礎講座をお送りするようになると思いますけども、まあ満額ね速稼塾の塾費用をお支払いになった方と、その格安プランの VIP の価格の方と、まあ、速稼塾は分割なんでそっちはゆっくり払うとして、今回の分は今回の分で、プラスでお支払いしますって方はね、通常価格、それでもまあ結構安いですけどね、この価格でスタートさせていただきます。そして内容はね本当基礎なんで、自分で勉強できることばっかりなんですよ。ただ自分で勉強できることを自分で勉強できなかったからここにいると思いますんで、私はそこまで辺もねおもんぱかって、私も一緒にそういう気持ちに寄り添いながらやらせていただこうかと思います。本当にね自学自習するって結構難しいんですよ。私ダイエットをやってて思うんですけども、ミスター M さんっていうねガチンコマッチクラブの方がいるんですけども、あの方とやってなかったら多分私うまくいってないんですよ。何回も私ダイエットを挫折しましたからね。かと思ったら1ヶ月で5キロ痩せたりとか、2ヶ月で10キロ痩せたりとかねするんですけども、結局戻っちゃうんですよ。だからね熱くなった時にできるのはいいんですけども、そのモチベーションに左右されるんじゃなくて、それをねルーチンにしていかないといけないかなと。生活の中に織り込んで、例えば私がライブ放送毎日やってますけども、これもうね負担とかなんとかじゃなくて、なんか歯磨きを磨く感覚でやってるんですよね。だから習慣にしないといけないかなと。習慣にするためにはある程度の強制力が必要になってくるのかなというところもありますんでね、今回の講座皆さんに受け入れていただいたのかと思います。それではね、まだもう申し込みとご入金の済んでない方はそちらの方の方もお願いします。では今日は放送は以上です。相場解説は今日と明日ありませんのでね、また5日から始めましょうか。5日は島根からお送りするようになると思いますけども、もしかしたら通信環境がまだ確認できてませんので、通信環境が悪いようでしたら朝の相場解説が遅れないかもしれません。遅れるようにねしっかりとやらせていただきますけどね。じゃあルーター持ってきます。それでは失礼します。